やっぱり開発のスタートというか、うん、思いのきっかけっていうのはやっぱり剣道防具を作る現場のきつさ、そういうことですね。はい、どうやってももうご承知のとおり仕事現場はもう藍染めがある限りはもうこういう白いものはもう何一つ置けないような状態です。例えば鹿革とかっていうのは、はい、なんでそんなに舞うんですか。要するに染まってないんです。簡単に言うとここにも書いておりましたでしょ、要するに上に乗せてるようなんですよ、色。はい、化学染料で化学繊維にしてしまうっていうのが多分一番簡単だと思うんですけれども、化学染料には、化学染料には無理なんです。色がどんなにやっても化学染料というのは青色というのは非常に難しい色でして、どうやったって赤という色を基準にして作り上げるものですから、はい、青はい、じゃあそれは要は日本の伝統的な藍染めの技法でないと出ないブルーがあるという、そういうことですね、ということはもうその藍染めができて、しかも色落ちがしない素材を開発するしかない。そういうことですね。もうそこしかないわけですよ。この業界には、ほら、藍染め屋さんいらっしゃいますでしょ。はい、彼らにも色落ちしたけども、一切できなかった。その素材自体の開発ができない。はい、素材でも染めれなかったってことです。ああ、なるほど。はい、藍、まあ、藍のある中に入れるとしますよ、ね。はい、で、バーッとなってです、その色にパッとなると思う。ところが、それはもういつまでたってもそのままなんですよね。で、まあ、なんとかその乾かして、下に中に引いて乾かして、つけたとしても、はい、あ、染まったと思っても、水につけたら一発で、ザーッと真っ、またもし元の真っ白な状態に戻ってしまう。つまり、食らいつかないわけです。まあ、そういう失敗も減って。もう失敗だ、もう要するに、一回すれば必ず失敗なんですよ。で、その失敗に対して、その次にやることをあれしながらやる。奇跡的にその成功したのは、この技術的なものは偶然なんであって、あとはもう本当に今も言ったように、まあ、1日に1回ずつそれをして寝るとかね、次そこまで岡さんを借りとったのは何なんですか。それさえ変われば、もうあらゆることをちゃんとその技術、いろんなことが変えることができるの。革やら布やらでない非常に柔軟な対応ができる。それともう一つは軽くて丈夫っていうのはこれ一般的に言えば使う方のみが考えることなんですけども、これは物を作る側としてみれば、例えばその一つずつあれして針を通していく、まあ、針を通すそのことさえも硬かったりあれしたりすること、ほとんどのものが皮は硬いんです。どんどんこの糸引きとかあれがものすごく強いんです、他の皮やら物に比べて。やっぱその微細な繊維を寄せ集めて作ってる。そういうことです。はい。ものすごく細い繊維ですね。で、それからミシンがかけれます。動物性のものを、ね、この扱うというのは非常に世界的な風潮に対してあれですし。だから何を残す、とにかく伝統は残さなきゃいかんと。伝統を残す、ただ 100% 何もかも伝統を残す必要性はないわけです。伝統は新しくできる伝統とか、そういうことだと思うんですよね。だからまさに私の場合は残すとしたら、それは鹿革ではなくて藍染めの方だということです。だからそこを一本に絞れたということですよね。なるほど、はい、手は広がるというか、これからその作り方から日本で、まあ、当たり前とされていた防具の常識ごと変えてしまうぐらいの素材になります。おっしゃる通りですね。ですからおそらくは例えば個人個人のセミオーダーみたいなものも非常に簡単になると思います。はい、普通の、まあ、皆さんビッグなさるのは軽いってことなんです。うん、そう思います。はい、でこの防具が軽いというのはそうでなくても防具は重いですからね防具が軽いというのはもう決定的なことです。特にコテなんていうのはもうグラム単位で市内なんか選んでるのに、あ、100グラム軽いなんて言ったらもう、それとどんなそのあいな先生、保守的な年を取った先生でも防具だけは軽い方がいいと言いますよ。大体持つのが大変だからと。